Ready to eat 始まるよ。皆さん、こんにちは。ナナです。お元気ですか？今朝はキューちゃんに卵を焼いてもらいました。とてもシンプルでしたが、美味しかったです。つくづくキューちゃんに感謝しないとなぁと思いました。牛肉と野菜のピーナッツソース炒め。牛肉と野菜を準備しました。牛肉に切り目を入れておきます。片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしました。焼いていきます。牛肉は表面だけ焼いておきます。中まで火を通さなくていいです。牛肉と野菜を炒める準備をします。ピーナッツソースと水溶き片栗粉を準備します。白菜、人参、生姜を炒めます。野菜がしなっとしてきたらピーナッツソースを加えます。牛肉を入れて火を通します。水溶き片栗粉でとろみをつけて出来上がりです。キューちゃんがご飯を炊いてくれました。牛肉と野菜のピーナッツソース炒めをいただきます。今夜の夕飯はとても人気のあった漫画「ビーバス&バッドヘッド」を見ながら食べました。大学時代によく大学生の友達やキューちゃんとアパートで見ていました。30年が過ぎました。月日が経つのは早いです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また遊びに来てください。それまで、See you later!